はいどうも欲しいです今回はですね、えー「幸せは日常の中に」というね、まあ、なんかちょっと、えー、うさんくさい <laughs> うさんくさいなんかちょっとねうわっ,って思うようなタイトルなんですけど、まあ、ただですね、えー、こんなツイートをちょっと見たんですよねそれがですねこの菅本さんでいいのかなかなさんですね、えー「旅するおみすび屋」っていうことで。 はいえー、高校時代から付き合ってて結婚した両親50歳を過ぎても遊び方が高校生の頃から変わってないみたい結婚に希望を持ってもいいのかもしれないと両親を見てたら思うというねまあそのこういうね夫婦だったら自分も結婚してもいいかもしれないなっていうようなそんな写真なんですけどまあこの写真ねあのよく見てみるとまあ、本当にねあの50代だけど高校生みたいなね感じの写真の撮り方しますよね2人ともね。 だからね、改めてこう幸せの,、ね、あの難易度の低さを知ったんですよ。難易度の低さ。そうなんですよ。あの幸せってね、実はね、あの難易度低いんですよね。これ結構みんな忘れがちなんですけど。あの幸せっていうのは結構どこにでも、うん、転がってるもんなんですよね。すごいその極論で言うとですよ。極論で言うと、あの今この YouTube を聞いてくださってる方が、 まあどこにいるのかちょっと分かんないですけど例えばまあ家で聞いてくれてるとするじゃないですか家で例えばなんか寝転がって聞いてるとかねの場合まあ幸せですよねまあもしね例えば精神的に今落ち込んでるとかそんな状態であったとしてもまあ生命の危機に脅かされてるわけじゃないうんなんか戦争状態にあるわけじゃないとかねまあすごいその究極的な話でねあの いやいやそんなこと言ったって言って思うかもしんないんですけどただその幸せっていうのは結構ね私たちがあの難易度を高くしてるだけだなって思うんですよね特にその日本っていう恵まれてるじゃないですかまあ恵まれてるとね自然とやっぱ基準値も上がってくるんですよもうこれしょうがないですよねでやっぱハードルが低い人っていうのは幸せのね幸せのハードルが低い人っていうのはまあ今日も健康に過ごせただけであの幸せだったりするんですよ あのおじいちゃんおばあちゃんとかね結構その死の境を経験してきた人たちとかなんとかここまで生き延びたわみたいな感じのね、えー、命の尊さを知ってる人たちっていうのは私もまだそれ知らないんですけど、えー、そういう人たちっていうのは結構そのねあの今日も朝起きれただけで幸せとかっって言ったりしますよねな、うんで,で難易度が上がってしまうのかっていうとまあこれもちろん私も含めてなんですけどあの周りの意見にねちょっと振り回されすぎだなって思うんですよね。 まあなんかもっと稼がなきゃいけないとか、えー、もっと社会貢献しないといけないとかね、えー、もっと、なんだろうな、なんか良き人間にならなきゃいけないとか、いろいろ意見があるわけじゃないですか。なんかそういうのを見てると、あのー、振り回されるんですよね。ただこれはもうインターネット時代だからしょうがないんですよ。うん。まあでもですよ、別に仕事できなくたって、えー、なんかね、人間として、 特に面白みもないとか、自分でそういうふうに思ってたとしても、まあ、だから何なのって話なんですよね別にだから幸せになる権利がないとか、えー、幸せになる価値のある人間じゃないとか、えー、そういった話はもう全くないんですよもう誰だって幸せになる権利はあるしで幸せっていうのはあくまであの主観的なものなんであの別にいいんですよ自分が幸せだったら何でもいいんですよはい、まあ、だから結構ね情報に振り回されてるっていうのはあるんでまあたまにはですよ たまには、えー、スマホを置いてね、えー、手ぶらで散歩してみるのもいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、これ、あの、私もできてないので、あんまりできてないんで、人のこと言えないんですけど、私もたまにはね、えー、スマホを置いて、パソコンも閉じて、えー、手ぶらでね、散歩をすることで、ちょっと頭をすっきりさせるっていうのも必要なのかなっていうふうに思ってます。なので、ぜひね,そのね、最近ストレスが溜まってて、なんか頭の中がモヤもや,やもやもやしてんなーっていう人は、ちょっと、 まスマートフォンを置いてね、えー、手ぶらで散歩してみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、今回はこんな感じでありがとうございました。